はい、酒好きな元新潟人のイン指導がです。こちら、リスナーさんからね、要望がありました、ウイスキー。というか、これは買っといた方がいいぞとかっていうウイスキーがあって、じゃあ、社内、じゃあ、衝動買いするわっつって、買いました。それがですね、今開封しまーす。なんだっけ？名前なんつったっけ？なんかね、もう終売になるらしいんだわ。いわゆる。終売になるらしくて、これ買っといた方がいいぞ、うめえから。言われて、購入しましたウイスキーでございます。じゃじゃん。なんて読む？ガリオチ？あ、グレンギリー12年って書いてありますね。グレンギリー12年です。容量が 700ml、アルコール度数が48度。原材料がモルト。シングルモルトウイスキーですね。もうこちらグレンギリー12年がですね、終盤になる。らしい。で、美味しいので飲んでみてくれ。ということで、買いました。こちらは、ハイランドウイスキー、原産国スコットランド、あ、グレンギリーか、どこさんだろう。スコッチウイスキーなんだけど、スコットランドのハイランドウイスキーって書いてある。おお、すげえ、ここに1797年って書いてある。お、コルク。値段が確か3000円ぐらいだったっけ。そんぐらいでした。グレンギリ。よしと。グレンギリ。そんじゃ、乾杯。値段がね、アマゾンだと3200円。ってなってるけど、俺どこで買ったんだったっけな。ん？うお！なんだこれは。なんだこれは。これ甘い系だね。明らかに、なんつうかな、すげえ甘い系の香りがすっげえするんだけど、なんつうのかな。俺これ確か楽天で買ったんじゃなかった。うん、これなんつうのかな。スモーキーさが、はないんだね。うん。多分ね。そんなにないんだ。でも、香りがすげえ、感じ？すげえ感じなんだけど。以前飲んだロバート・ブラウンとかの、香りがすごかったとかいう感じの部類の、なんか、だから、ボーモアとかとは全然違うタイプの味しますね。うん、これなんて表現したいんだな。とにかく甘い香りっつうのが、蜂蜜みたいな香りっていうのが、蜂蜜をちょっと辛くしたような
辛い蜂蜜を舐めてるような感じ。なんかこう、アルコール化した、あの、蜂蜜を舐めてるような感じ。味っつうの。うん。あ、有名なブロガーの人のブログを見ますと、グラスに注ぐと香りは青リンゴとマスカットの香りらしいです。ほえ。これマスカット。へえ。これ青リンゴとマスカットって表現するんだ。なるほどね。うん。で、結構ね、辛いっすね。うん。辛いタイプのお酒っつうか、ウイスキー。で、軽いですね。あの、重さとして軽い。ものすごく軽いタイプの。あの、ブレンダーズスピリットとかに比べると、ブレンダーズスピリットは重いんですよ。味が。あの、重低感があるというか、重厚感があるっていうか、よくわかんないんだけど。自分でもちょっとよくわからないんだけど。あの、下に置いたときに、すげえこう、ブワって。あ、そっか、そもそもこれ、度数48度だったな。48度あるからか知らないけど。いや、まあ、それもあんまり変わんないですね。多分40度のウイスキーと、大して飲みやすさとしても変わんないですね。48度か。ブレンダースピリットとか、ボーモアとかマッカランとかに比べると、はるかになんか味が、コクがないですね。うん、言わせてもらうと、コクがない。全然コクがないんだけど、その代わりなんかその軽い、軽やかさがあるっていうか、こう、香りがすげえ強いっていうか、こうなんか、羽みたいな感じ。風船みたいな感じですね。口の中に置いた時に風船みたいにプワーって上に浮かんでいく感じ。逆にブレンダースピリットとか、あの、ボーモアとかそっち系は、舌に置いてもコクがあるから、だからコクのありなしですよね。舌にもう、ベターっとくっついてくんですよね。味がね。うん。うん。で、香りがとにかくなんか、個人的にはあんまり好きじゃないの、この香りは。うん。この香りは正直あんまり好きじゃない。上に、俺結構重いのが好きなんで、うん。あんまりよろしくはない。ですね。ハイランドモルトって。ハイランドモルト。うん。まあ、俺は別にどうでもいいんだけど。まあ、やっぱりなんだかんだ言って、やっぱな、あれだよな。アイラウイスキー、アイラのシングルモルトぐらいしか俺買わなくてもいいとは思うね。このとにかくこの甘い香りっつうのがあるでしょ。すげえ。すげえ甘いんだわ、香りが。とにかく。とにかく甘い香りだから、これが俺はちょっと苦手で、俺甘いの好きじゃなくて、で、ピートはあんまりない。ピートじゃないや。ピート香っていうのが何だか未だに分かってない。多分、スモーキーさだと思うんだけど、スモーキーさがあんまりないね。うん。スモーキーさがピーティーらしいです。あ、それイコールなんだね。別物かと思ってた。ピーティーなのがスモーキーさ。イコールなんです。スモーキーとピートはイコールだらしいです。
なるほど。あの、ピートさはあんまりないです、これ。それどころか、もうあれだもんね。あんまりないっていうか、ほぼないですね。ほぼない。スモーキーと感じるとかの、あれがない。俺、スモーキーなの好きなんだよな。とにかく俺、スモーキーで重いのが好きなんだ、味が。とにかく軽い。香りが強い。スモーキーさがない。あと、これの特徴としては、軽い、ピーティーさがない。あと、香りが強い。そんな感じ。甘いね。しかもね、香りが甘い。香りが甘い。香りが甘いんで。とにかく甘い。あ、なんか、甘さが、ビヤーってくるよね。ちなみに、この、有名ブロガーの人は、総評 A、香りが B、味わいが B、総評が A ってなってます。これは多分、ハイボールとかに、こういうのって結構軽いウイスキーって、ハイボールに合うと思うんだけど、うん、まあ、3000円ちょいしたからな。なんかもったいないっていうのはあるよね。ハイボールにする、するのは。あんまり俺前、ブレンダーズスピリットをですね、ハイボールにして飲んだんだけど、全然ダメなんですよ。やっぱり。うん、全然ダメなんだよね。合わないんだよね。引き立ってないんだよね、うん。だから、こういう、軽いウイスキーっていうのは、やっぱり、ハイボールにして化けるんだろうなっていうの。うん。これは典型的なこの、甘い香りとこの甘さと軽さ、あと香りの強さですよね。だから多分ハイボールが非常に、まあ合いそうではあるよね。うん、この香りの強さも角瓶とかの思わせるレベルだからね。うん、飲んだ時のこの感じ、このなんていうかすげえ甘い、軽甘の、なんか甘ーってなる香りみたいなやつが、ビヤーってくるタイプが、これはすげえ角瓶に近いと思うね。ぶっちゃけ言うと。黄色の角瓶に非常に近いと思う。これは。そう考えると、意外と角瓶ってこの手のウイスキーが好きな人には合ってるんじゃないかっていうか、いや、買いなんじゃないかと思うぐらいの、味だもんね。すげえ近いんだよ、なんか。この、香りが。この、黄色い香りっつうか、甘い香りっつうか。角瓶と飲み比べていいじゃん。角瓶ってちょっとさ、本当に角瓶になんかすげえ近い気がする。すげえ味が近い気がするんだけど、気のせい。
いや、多分気のせいじゃない。この感じ。ちょっとチェイサーを。やっぱり似てるな。角瓶に似てんな、これな。すっげえ似てる。確かにグレンギリーの方が、強いんだけど、香り自体は。持続するんだけど、香りの広がり方も全然違って、ブワーって広がるんだけど、こっちの方が、明らかに。だってアルコール度数も高いしさ。でも根本的な香りとしては、甘い香り。俺が言う、俺だけしか多分伝わんないんだけど、俺本人に伝えるとすると、黄色い香りっていう、この香りが。なんか黄色い声援のようなこの香り。わーっていう感じの、わーっていう感じの香りなんだけど、これは俺にしか伝わないんですよ。で、昔、この黄色い香りのことをピート香と言っていて、どうやらそれが間違いだったことに気づいたっていう。だから割と昔の時は、これピート香が効いてますね。角瓶はピート香が効いてますね。とか言ってたんだけど、あれは間違いですね。ピートイコールスモーキーさらしくて、ね、つい、ね、それ知らなかったんです。似てるけど、やっぱ角瓶の方が明らかにおとなしいですね。でもこの感じ似てんだよな。この感じ。すげえ似てんだよ。この香りの、黄色い香りがすげえ似てんだ。でも、昔この角瓶もさ、昔に比べてだいぶおとなしくなったよね。3年前あたりに比べてね。3年前ぐらいに比べるともっとひどかったもん。俺10年前ぐらい飲んだ時、角瓶、グレンギリーぐらいのレベルだったよ。本当に。すげえ、この黄色い香り、すげえ。多分俺にしか通用しない、この黄色い香りって。だからずーっと俺ピートコを言うとだから、多分ピートコなんだろうなって思って。で、今さっき、ピートコのやつ調べたら、ピートコーは、スモーキーさですって。なんだよ、それって。だから、角瓶がピートコーっつって、ピート効いてんな、これみたいなこと言う。俺、角瓶の昔言うとだな。5年前ぐらい。あれは間違い。角瓶がね、ピート効いてるわけがないっていう。でもこれほんのりピート効いてるよ。ほんのり。これぐらい。ほんのちょっと。ピートは効いてるのは確かなんだけど。まあでもこれはいいかな。これはグレンギリーはちょっと俺これ苦手なタイプだね。ウイスキーで一番嫌いなタイプの、
ウイスキーね。一番あの、コクがないタイプね。コクがすっげえなくて、その代わり甘みがあって、甘みがすげえ強くて、で、香りもすげえ強いタイプ。これは俺は、これで3200円ぐらいか。これはおすすめしねえ。1552です。ご視聴ありがとうございました。